日に京都で開催される全国都道府県対抗女子駅伝に出場される世羅高校の選手の皆さんです。それではまず自己紹介をお願いします。2年の清香美穂です。得意な距離は 3000m で、持ち味は粘りです。3年の平住彩です。得意な距離は 3000m で、自分の持ち味は足音がでかいので力強く走るところです。3年の田辺幸乃です。得意な距離は 3000m で、持ち味は明るくて元気なところだと思います。都道府県駅伝は中学校の頃からずっと憧れていた大会なので、選手になれてとても嬉しいです。他の学校の強い選手とも一緒のチームで走れるので、広島県が上位に行けるように力を合わせて頑張りたいです。昨年も出させてもらい、今年は最後なのですが、自分のできることを精一杯やっていこうと思います。初めてメンバーとして選んでもらったことにまず感謝するのと、あと自分ひなずみさんと一緒で自分にできることをしっかりしていい結果を出したいです。岡山県にたくさん広島県の選手がいるので、岡山県には負けないように頑張りたいです。上り坂が多いコースなので、粘って少しでも順位を上げれるように頑張りたいです。広島県のチームが一つでも上の順位へ行けるように頑張るので、応援よろしくお願いします。いつも世羅町の皆さんにはたくさん応援してもらっているので、それを力に広島県のチームみんなで一丸となって頑張ります。全国に引き続きまた応援をいただきたいと思いますが、しっかり自分の持ち前である元気なところをチーム全体に反映できるように、いいチームとして競技に向けていきたいと思います。16日は頑張ってきます。世羅町の皆さん、応援よろしくお願いします。